ひな祭りなどのお祝い事の席や、女子会、パーティーなどのテーブルを、パッと、華やかにする、お寿司。ちらし寿司や手巻き寿司、手まり寿司を、自宅で用意するという人も多いでしょう。そんな時に欠かせないのが、寿司桶です。しかし安価なプラスチック製や、樹脂製から、本格的なサワラ製まで種類が豊富で、どれがいいか迷ってしまいませんか？そこで今回は、寿司桶の選び方とともに、おすすめの人気商品をランキング形式でご紹介します。いわゆる飯台と呼ばれる昔ながらの木製のものから、作ってそのまま食卓に出せるタイプまで幅広く、ランクイン。用途に応じた寿司桶を手に入れて、自宅でお寿司作りを楽しみましょう。リストの最初の製品は、デラックス、富士桶福井クラフト。金色の下地に、松のイラストを描いた、豪華ながら上品なデザインが特徴。内側は黒一色なので、色とりどりの寿司が映えるでしょう。耐久力がある、ABS 樹脂を採用しており、落とした時に割れにくいのもメリットですね。手作り寿司を本格的な見た目に仕上げたい時や、親戚が集まる新年会のような祝いの場に、おすすめです。リストの次の製品は寿司桶イナックス。もみ材を使用して作られた国産の木製寿司桶で、田側に丈夫なポリプロピレンを使用しています。重量は 420g と軽く、直径 27cm の3号用なので2から3人用に、ぴったり。ご飯の余計な水分を飛ばして、美味しい酢飯を作りたい人におすすめです。次の製品は、寿司桶全国家庭用品卸商業協同組合。天然木と同色の桶枠の高級感が料理を引き立て、食事に花を添えます。直径27cmの3号用のサイズのため、2から3人分の調理に適しているでしょう。リストの次の製品は寿司桶の寿司桶製造所。国産のもみ材で作られた日本製のシンプルな飯台です。3から4号分の大きめサイズで酢飯作りに適しています。寿司飯やちらし寿司はもちろん、そうめんを入れたり刺身を盛り付けたりと、いろいろ使えるため、家庭に一つあると重宝するでしょう。リストの次の製品は、デラックス、富士桶福井クラフト。1.5 人前の寿司の盛り付けに適した商品です。外側も内側も黒一色なので、握り寿司がよく映えます。材質には ABS 樹脂を使用しており、耐久性にも優れているのが特徴です。リストの次の製品は、和の里木製飯台パール金属。C2961 素材の天然木が余計な水分を吸収するため、酢飯がベタつきにくいのが利点です。癖のない見た目なので、そうめんや刺身の器としても使えて便利。昔ながらの和風なデザインを楽しみたい人や、幅広いシーンで活用したい人におすすめです。リストの次の製品は、デラックス富士型寿司桶灯台。耐久性に優れており、衝撃に強く割れにくいのが嬉しいところ。塗料の密着も良好です。また寿司桶灯台。耐久性に優れており、衝撃に強く割れにくいのが嬉しいところ。塗料の密着も良好です。次の製品は、寿司桶中屋兄弟紹介。花見、祝いの席、行楽イベントなど、様々なシーンで重宝する漆器の重箱です。中子がついているため、盛り付け用途など、様々なシーンで重宝する漆器の重箱です。中子がついているため、盛り付け用として使いたい場合に便利でしょう。リストの次の製品は寿司桶清水木材産業。信州木曽産のサワラ材の寿司桶です。サワラの寿司桶は、余分な水分を吸収するため、美味しいご飯を作れます。ほのかに香る木の匂いも美味しさを引き立てる秘密です。リストの次の製品は、寿司桶立花容器。白木ならではの吸水性の良さと、
アク抜き不要の使い勝手の良さが特徴。普段はもちろん、おにぎりやサンドイッチを詰めて、ランチピクニックに持っていく際にも使えます。蓋がついているため、そのまま保存も可能です。次の製品は、寿司桶立ち花容器。白桶素材を使用しており余分な水分を吸い取るため、べたつかず、美味しい寿司飯が作れます。普段使いはもちろん、盆、正月、祭りなどの行事にもおすすめ。寿司だけでなく五目飯や赤飯を作ったりそうめんを入れたりと、様々な用途に使用できます。次の製品は寿司桶星野工業。銅製のタガを採用しているため、頑丈なのが魅力です。ちらし寿司を作る際は、もちろん、五目飯や赤飯を入れて食卓に出したい、時にも活躍しますよ。EC サイトには、2合くらいまでの酢飯を作るのにちょうど、良くて、便利、と評価する口コミ見られました。様々な料理に使えて、食器代わりにもなるものを選びたい人におすすめです。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくためにチャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。